政府が消費増税対策としてキャッシュレス決済の場合に還元を検討している5%分のポイントについて本来、消費税を負担しないはずの卸売や小売店にもポイントが還元されることがわかりました。政府がポイント還元でで検討している方針では 消費者が中小の小売店で商品を購入すると消費税の負担に対して国の予算からポイントが還元されますところがそれより手前の卸売と小売店の間の取引などでもカードさえ使えば消費税を負担しないのにポイントだけもらえることが分かりました。 経産省はカード会社で消費者と小売店などを区別できないからとして対策を行わずポイント還元の予算の中に卸売や小売店の分も含めて計上しましたポイント還元をめぐっては事業者が転売を繰り返すと際限なく5%分を入手できることも発覚しています